こちらはリニューアルされた郡山観光案内所です。入り口には県内のお土産の企画展が行われているほか、これまで歩いて5分ほどかかっていた観光協会の事務所が併設され、一体化されることになりました。コロナ禍で低迷した観光産業を後押ししようと、今月25日にリニューアルオープンした郡山観光案内所。空中タッチパネルを使ったデジタル観光案内など、最新の技術を導入しています。コロナ対策の緩和や例年より早いお花見シーズンを迎え、リニューアル後は電話での問い合わせが相次ぎ、訪れる人もこれまでのおよそ3倍の1日100人程度まで増えています。インバウンドの含めた旅行者の方で多く駅構内もにぎわっております。電話もそうですけれども、直接窓口にいらっしゃるお客様からも多くのお問い合わせをいただいております。すぐ降りてすぐ見かけたんで、すごい入りやすかったです。福島いろいろ名産品とかあるのがこうやって形になって見えてすごくいいな。観光案内所は今後お土産を買うことができる物販スペースもオープンする予定で、県内を訪れる観光客のおもてなしを充実させることにしています。